それでは、ナミエチャンネル第14回始まりました。よろしくお願いします。ナミエ新聞編集長のししとです。今日の目次はこちらです。ナミエ写真投稿コーナー、いつものコーナーですね。それからナミエニュースとして、今年度新たに採用になった職員を2人ご紹介したいと思います。それから今週の特集、弘前大学浪江町の復興支援室の、大谷さんと武藤さんを、お招きして、お話を、伺いましたので、そちらをご覧ください、はい、ということで今週はお送りしたいと思います。浪江写真投稿コーナーです。志田さん、今日なんか気になった写真、今週ですか？今週ですね。はい、私が気になった写真はですね、4月12日に浪江中学校の生徒たちが修学旅行で東京に行ったんですね、うん、その時に町の PR 活動をしたいということで、まあ、いろいろのご相談もいただきながら、なんかオリジナルのものを作っていただいて、PR 活動をしたそうなんです。それをですね、川添の井戸さんが撮って投稿してくださいました。はい、こちらです。はい。なんか中学生たくさんこうハッピーを着て、ね、うん、なんか声掛けしてたみたいな、ね、東京のど真ん中で、うん、嫌なところで、ね、すごくいいですよね。いいですね。なんか受けるのもすごい気に入ってくれて。そうですね。山田さん、どうですか？はい、今週気になった記事を教えてください、うん、僕はですね、いつも楽しみにしてるのが伊達の雲助さんの、うんうん、浪江シリーズ、浪江シリーズを、うん、結構かなりの枚数になってきたので、うんうん、毎週チェックするのが楽しみになってます、うんうん、まあ、よく浪江っていうとね、なんか、まあ、リバーラインとかね、その本庁舎の前とかね、うん、そういう決まったところの写真は結構もういっぱい見てるなってのがあるんですが、そういったマイナーな場所というか ね、 そうですね、地元ならではの場所をいろいろ撮影いただいて載っけてもらってるのを楽しみに拝見しています、はい、ぜひ今後もたくさん投稿してください。引き続き投稿お願いします、はい。はいはい、では、続いて浪江ニュースのコーナーです、今年度新たに採用になった職員を、まあ、先週からご紹介しているんですが、です、ね、今週は生活支援課のお二人にお話を聞きました、はい、生活支援課松田和道です、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。、はい、松田さんは浪江出身なんですよね、はい、小中高とはまあの時期に浪江に住んでまして。あ、そうなんですね、はい、もうその頃から役場職員になろうと思ってたんですか？いや、そうは思ってはなかったんですけど、うん、まあ公務員っていうのはちょっと頭にありましたね。 なるほど、はい、今回はなぜこう役場職員を目指して入ってこられたんでしょうか？まあ実際のところは親の勧めだったんですけど。あ、そうなんですね、はい、では、まあ、今年度から役場職員となって、はい、どんなことをしていきたいですか？今はやっぱり、配属されている生活支援課というところが、まあ、うん、避難者、仮設住宅、借り上げ住宅に、まあ、避難している方の、お手伝い、サポートというところがメインになりますので、うん、そこのところを重点的に、うん、町民の皆様に、まあ、こういうのはちょっとなんか違うとは思うんですけども、うん、今の生活で不便がないように、努めていきたいと思っております、はい、なるほど。できれば皆さんに浪江に帰っていただきたいので。うん、そうですね。では、最後にですね、はいはい、町民さんへ向けてメッセージをお願いします。はいはい、役場に勤務してまだ1週間ちょっとしか経っていませんが、これから覚えることもいっぱいあります、一日でも早く、仕事を覚えて、町民の皆様の、お役に立てるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。じゃあぜひ若い力で、はい、浪江の街を盛り上げていただければと思います。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。では今年度から生活支援課に配属になりました、渡辺博美さんご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はいはい。ご出身は浪江町の川沿いということですね、はい、そうです、うん、何かこう川沿いの思い出とかありますか？川
それの思いですか、うん、そうですね、あそこにいた時に震災前でちょうど3ヶ月前、はい、子供が予約授かった、それが一番の思いですね。震災の年に生まれた、震災の前の年に生まれたお子さん、ね、11月に生まれたんですけども、まあ、それまでちょっとあの結婚してから7年間子供できなかったんで、待望の子供を授かって、やっぱ可愛いですね。そうですよね、今奥さん、あ、お子様お二人そうです、ということで、女の子と、あ、そうなんですか、はい、上の子が女の子、あ、そうです。生活支援課ということで、まあ、これからこう町民と直接いろいろやり取りをしなくちゃいけないような場面もあるかと思いますが、はい、そのあたりいかがですか。そうですね、はい、前職が介護リスっていう仕事で、こう高齢者の方、うん、まあ、特に難民の方なんかとあのよくあの営業させていただいたんですけど、そのあたり、まあ、もともと自分で仕事やってたっていう人もあるかもしれませんけど、あの人と話せるそういうの大好きなので、まあ、できれば、まあ、デスクトップももちろん重要ですけども、あの現場に赴いて、で意見にしてもこうやっぱり、ね、皆さんこうこれからどうなのかわからないっていう不安が書いてあって、まあ、そういうところを相談して正しい情報を提供していけたらなと、そういうふうに思ってます。なるほど、頼もしいですね。いやいやいや、やっぱり営業されていた方ってこうやっぱりお話上手ですね。いや、そんなことないです、ね、すごくなんかその変更をどんどん生かして言ってくださるのかなと思います。はい、はいはい、では最後に、町民さんへ向けてメッセージをお願いします。はい、まあ町の意向としてあのやはり町民の皆さんに戻っていきたいということもあるんですが、あのやはりあの安心してお墓参りができるとか、こういつでもだ、ま、生涯に住んでたとしてもいつでもこう町に安心してくれるようなそういう町づくりを、ま、していくという、ま、町の意向が来ましたので、それに伴って私たちもやはりあの上のやっぱり考え方に沿ってあの同じ志を持ってこうあの努力していきたいと思います。わかりました、ありがとうございます。はい、では今日はですね、弘前大学の浪江町復興支援室のお二人に来ていただきます。はい、今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずお二人の自己紹介をお願いします。はい、弘前大学浪江町復興支援室の保健師で大谷美智子と言います。昨年の7月から勤務しております。よろしくお願いします。弘前大学浪江町復興支援室の武藤七重と申します。私は浪江町出身です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらも浪江町復興支援室なんですけれども、具体的にはどういった活動をされているんですか。今はこの二本松事務所にあります健康保険課の放射線健康管理係の皆さんと一緒に席を隣にさせていただいておりまして、放射線の健康管理に関するお手伝いをさせてもらっております。で、皆さんもお持ちかと思いますが、このガラスバッジです。個人がどれくらい年間に被爆したかを知るガラスバッジの結果をもとにですね、いろいろな活動を家庭訪問とか電話での相談とかさせてもらっていて、その時に必要時に健康相談もさせていただいております。では、まあ、今二本松事務所にいらっしゃるんですね。はい、1階ですかね。1階です。はい、そこに訪ねてくる町民の方も結構いらっしゃるんですか。最初の頃はほとんどいらっしゃらないとお聞きしましたが、最近ではちらりほらりと、今日も先ほどあの電話相談がありまして、あのお家にある着物を持ってきたいんだけど大丈夫かねとか、そういう相談がありました。まあ、今のお話も一つだったんですけども、そういったその町民の方が抱えている不安っていうのがいくつかあると思うんですけど、今おっしゃった以外にどういった代表的なお話をされることが多いですか。まず精神的な悩みとしては、ご家族がバラバラで
バラバラで生活なさっていることも、こういうこう苦悩とか、あと生活が一変してしまったことのストレスによる血圧が上がったり、体調を崩してしまったという、そういう不安。あとは、初期の頃の、原発の事故が起きた当時の被爆によって、今後どういうこう健康に対する影響が出てくるのかねっていうような、そういう不安が多く聞かれます、うん、そういった、町民の方からの、電話ですとか窓口にいらっしゃってお話した時にどういった対応を心がけていますか？実はこの先ほどのガラスバッジなんですが、町民の皆様にはこういう水色の紙で3ヶ月に1回結果が渡されているんですけども、実は見方がよくわからないんですっていう方が多かったんです。それでこれをガラスバッジのことをきっかけにして、今の仮設住宅の集会所に興味のある方に集まっていただいて、簡単な放射線のこうおしゃべり会みたいな、そうやって放射線のことをもう一回みんなで勉強していこうよというような、本当にこう楽しいおしゃべり会を開催したりしておりますので、今年度もそれをしたいと思いますから、どうぞ皆さん参加していただければと思います。まあ、これから、町民の方の中では相談に行こうかなと迷っている方もいらっしゃると思うんですけど、いらっしゃるかなと思うんですけれども、そういった方々に向けてメッセージとかあればお願いします。はい、2人からそれぞれいただいてもいいですか？私はその昨年の7月からの勤務で、実はまだ1年にも満たっていないんですけども、日々住民の方といろんなお話をさせていただいて、本当にいろいろなことを学ばさせていただいていると実感して感謝すごくしております。ですぐに答えも出ることは少ないんですけども、今後も浪江の皆さんと一緒に不安なことだったり疑問なことを一緒に考えていきたいと思いますので、どうぞ気軽に声をかけていただきたいと思います。普段この赤いのはちょっと来てはいないんですけど、この顔をよくすみません覚えていただいて、気軽によろしくお願いいたします。大谷さんと一緒に活動していて、大谷さんのこの何て言うんですかね、柔らかい感じの話し方とか、結構その場の雰囲気がすごい和んだりするので、ちょっと私も町民さんの声とか聞いてて、すごい鋭い質問が来たなと思っても、大谷さんがこううまく何て言うんですかね、柔らかく、はい、雰囲気を和ませてくれるので、で町民さんから、あ、こういう質問が来るのかって、私も勉強になるので、とてもいいお仕事だと思っています。なのでこれからもよろしくお願いします。はい、ご相談窓口のお電話番号があるとお聞きしたんですが、告知大丈夫ですか？はい、弘前大学浪江町復興支援室です。電話番号はここです。0243-62-0208 でお待ちしてますので、どうぞよろしくお願いします。こちらにかけるとお二人につながるということです。そうですね、はい、いないこともね、いないこともありますが、放射線健康係の人がどなたかおりますので、はい、遠慮しないでお電話ください。よろしくお願いします。はい、お電話お待ちしていますということで、じゃあ今日は浪江町復興支援室の大谷さんと武藤さんにお越しいただきました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。では、はい、最後に、はい、はい、浪江タブレットニュースのコーナーということで、はい、今回ですね、近々リリース予定のつながっての iPhone 版についてお話ししたいと思います。今ね、Android 版までは出して、はい、出てますよね、幸いにしてご好評をいただいているんですけども、はい、で結構な方が使っていただいてて、うん、テレビ電話してるよとか、うん、あとメッセージ、スタンプ使ってるよみたいなお話を聞くたびに嬉しくなるんですけども、今、Android っていう、スマートフォンの中で約半分ぐらいの方にしか対応してないんですけども、あと iPhone っていう方ですね、で、つながってが動作するように今作ってきたんですけども、いよいよ、できてきましたと。はい。いつ頃リリースなんですか？今、最終テストをしてまして。おー、はい。なんで、
早ければ4月末、お遅くとも5月にっていうふうに動いてますので、はい、歴史代また正式にご案内したいと思いますので、はい、ぜひ出た時には iPhone 版使ってみてください、はいはい、次回は1週間後ですね、4月22日金曜日になります、はい、また来週、はい、さよなら。